Jidai No Sei. 申し訳ありませんでしたの一言くらいないのか。どうしてですか。とあるオフィスの一室、社運をかけて取り付けた大口の契約が一人の新入社員のボンミスによって水の泡になってしまった。部長がその新入社員を呼び出し、みんなの前で叱責している。どうしてですかって、お前の責任だからだろう。いいえ、僕のせいではありません。お前じゃなかったら誰のせいだと言うんだ。時代のせいです。部長はうなだれでため息をついた。また始まった。この男はどんな失敗をしても全く反省せず、いつも同じ言い訳ばかりするのだ。お前、自分の言っていることが分かってるのか。はい、僕のことは僕が一番よく分かっています。お前は悪くないというのか。はい、時代のせいで僕はこうなったわけですから、僕は何も悪くありません。ふざけるな、お前のせいだよ。お前がバカだからうちの部署の今期の売り上げが、見ろ、ゼロになったんだよ。部長が書類を思い切り机に叩きつけた。僕はバカではありませんが、もし仮に部長にバカだと思われるような行動をしていたとしても、時代がそうさせたんですから、やはり悪いのは僕ではなく時代です。いつもいつも時代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 、何なんだお前は。何なんだと言われましても、これが僕らしさですから。黙れ、バカにしているのか。バカにしているわけではありません。思ったことを正直に申し上げているだけです。いいか、これは時代の問題じゃない、お前の問題だ。死んだ魚みたいな目をしやがって。この目がお気に召しませんか。ああ、お気に召さないよ。でもこの目も時代のせいです。僕にはどうしようもありません。何度も申し上げた通り、時代がこうさせたんですから。新入社員の男は20歳そこそこ、団塊ジュニア世代である部長とは普段から全く反りが合わなかった。部長の短気は前々から社内でも有名だったが、この男が入社して以来、彼が切れる速度は日増しに加速しているように見えた。お前なんか採用するんじゃなかったよ。面接の時はもう少し見込みのある男だと思ったんだがな。僕も面接の時はもっと楽しい職場かと思っていました。なんだと。お前が俺を怒らせてばかりいるからだろう。お前が来る前はもっとずっと楽しい職場だったよ。すっかり毎朝の恒例行事と化した平行線の言い争いを、社員たちはニヤニヤしながら横目で眺めていた。俺はお前みたいなバカのためにこんな本まで買ったんだぞ。部長がカバンから一冊の本を取り出して机に叩きつけた。ゆとり世代社員の正しい育て方と題された新書サイズのビジネス書だった。相当読み込んだのだろう。ボロボロになった本のあちらこちらからいくつもカラフルな付箋が飛び出ていた。部長、そんな恩着せがましいことを言われても困ります。恩着せがましいだと。はい、そもそも僕たちの世代はゆとり世代と呼ばれて、周りの連中と一緒くたにくくられることが嫌いなんです。別に僕たちが好き好んでゆとり世代になったわけじゃありませんし、僕ら一人一人にもちゃんと個性はあります。それを見つけて向き合おうともしないで、最初からひとまとめにして雑に扱われるのが一番嫌なんです。部長、そんなことも知らないんですか。知らないんですかって、お前何を偉そうに。言い返す気力も失せて、もはやため息すらも出てこない。あの部長、逆に質問なのですが、その本にはどんなことが書いてありました。なんだと。いえ、せっかくなのでその本の答え合わせをして差し上げようと思いまして。部長が我々世代のことを知りたがっておられるようですから。しばらく二人が見つめ合ったまま空気が凍りついた。沈黙の後、部長は乱暴な手つきで本をめくると、
付箋を貼っていたページを大声で読み上げた。人と比べられることを嫌う。今までの人生で怒られた経験が少ないから、怒られるとすぐに会社を辞めることを考える。はあ、なるほど。でも、そんなことはありません。僕は口うるさい両親に結構怒られて育てられましたし、ほら、現に部長にこんなに怒鳴られても、毎日休まずに出社しています。再び二人が見つめ合ったまま、時間が止まった。長い沈黙の後、部長が別のページを読み上げた。根拠のない自信はあるが、実践に弱い。自信満々で仕事に取り掛かるが、頭で考えていたことと違うことが重なると、どうしていいかわからなくなって投げ出す。どうでしょう。そんなことはないと思います。目標に向かって、僕はいつも前向きに全力で仕事に取り組んでいます。部長が心底呆れた様子で首を横に振る。別のページをまた読み上げた。自分の予定を優先し、上司との飲み会を断る。仕事においてコミュニケーションが大切だとは思っていない。ああ、出ました。飲み会断る問題。でも、それにはちゃんと理由があります。部長と飲みに行って仕事の話をしないのであれば、それは人間的なコミュニケーションでとても大事だとは思います。ですが、部長はどうせ仕事の話しかなさらないので、それでははっきり言って残業と同じです。残業代の出ない残業を強要するのであれば、もはやブラック企業と変わりがありません。その口答えを聞いていたのか、いないのか。間髪を入れずに部長がまた別のページを読み上げた。言われたことしかできない。指示待ちのマニュアル人間。少し考えればわかることであっても、先を読んで柔軟に対応することができない。とんでもない。僕はよく考えて、先を読んで、柔軟かつ正確に仕事をこなしています。部長にはわからないでしょうが、ここの部署の皆さんには、僕の優秀な仕事ぶりは伝わっていると思います。ねえ、皆さん。そう言って新入社員が振り返ると、仕事の手を止めて眺めていた社員たちが、一斉に目をそらした。もういい。お前のためを思って言うが、お前は自分が見えているのか？周りからどんな人間に見えているか、わかっているのか？はい、わかっています。自分をわかった上で、自分は完璧な人間だと？はい、僕はいつも完璧な仕事をしています。じゃあ、どうして今回こんなミスが起きたんだ？時代が悪いからです。お前ではなく、時代が悪いからです。時代か？はい、時代です。禅問答のようなやりとりに耐えきれなくなった社員たちが声を出して笑い始め、フロア全体が徐々に騒がしくなっていく。どうすればお前を一人前の男にしてやれるだろう。時代が変われば、多分僕も変われると思います。時代が変わればか？はい。時代ね。はい、時代です。もういい。席に戻れ。はい。新入社員の男が自分の席に戻ると、みんなが急に真面目な顔に戻り、フロアにはいつもの緊張感が返ってきた。また部長がいつ怒鳴り出すかわからない。社員たちのカタカタとキーボードを叩く音だけが静かに響いた。しばらくして部長がカバンと上着をつかんで立ち上がると、ホワイトボードの行き先欄に本社と書いてオフィスを出て行った。それを合図にして、みんなが新入社員のところに駆け寄る。お前、今日の説教最高だったよ。そうですか？ありがとうございます。いや、やばい、最高。時代が変われば僕も変われますとかってよく言うよ。ありがとうございます。さすがだわ。よく考えて、先を読んで、柔軟かつ正確に仕事をこなす、
が僕のモットーですからね。新入社員が得意げに胸を張るとみんなが爆笑した。ほんとお前は仕事のできる男だわ。部長のあだ名を時代にしてみんなの前で堂々と悪口を言うっていうお前のアイデア最高だわ。ストレス解消になるわ。あいつの短気のせいで俺ら生きた心地がしないもんな。あいつがいちいち切れて怒鳴り散らすからこっちも萎縮してまたミスが増えるんだよ。あいつが変わらなきゃ何も変わらねえっつーの。マジであいつさえいなきゃ最高に楽しい職場なのにな。はい、全部時代が悪いんです。時代がな。ええ、時代が。先輩社員がホワイトボードを指さした。あれ、お前のミスを本社に謝りに行ったんだぜ。多分そうですね。僕の計算ではあともう一つくらい大きなミスをうまくやれば部長は異動になるだろうと思います。頼むぜ新入社員。はい、任せてください。頼もしいな。先輩たちが新入社員の肩をバシバシと叩いた。よし、今日仕事終わったら飲みに行こうぜ。いいんですか？あ、俺も行く。俺も。私もいいですか？私も。おう、行こうぜ行こうぜ。世代を超えた笑い声がフロア中に響き渡った。だがおそらくその飲み会で部長の話はほとんどしないのだ。今はそういう時代なのである。泣かないで、この世界には信じられる人などいないのさ。いつだってこの世界には信じたい人がいるだけなんだ。もし誰かを絶対許せないと思ったら、それは世界で一番小さな戦争を始めたのと同じだから、怒ったら負けだ。そんなことで怒ったら負けだ。そんな奴に目でクジラを飼っちゃいけない。いけないよベイビー目クジラ、そう立てるなよ。 Don't stand up, don't stand up.